言われて。なんか変なことやらされた？腰がコリコリですよ。背中もコリコリですよ。ここで変なことやらされた。なんてこと言うんですか？痛いのか。痛い。気持ちくなってきた。小山颯太の生態とは、体の骨格を形成する関節の歪み、ズレの矯正、骨格筋のバランス調整を主に行う手技である。慢性化した痛みを芯から緩和させるため、筋肉や骨、関節部分まで隅々とほぐす。その範囲は脊椎、骨盤、肩甲骨、四肢、顎関節等全身に至る。体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を期待する健康法でもある。また痛みや違和感のある部位ではなく、原因となる部位にアプローチすべきであるという信念を持っている。小山颯太はこの生態を2人の師匠の下で学び、また近年はスポーツ科学に基づいたストレッチ術からヒントを得て、30年の歳月をかけ改良を加えた完全オリジナルの手技で勝負している日本トップクラスの匠である。そう、小山颯太の生態こそ疲労回復、ストレス発散、美容向上、精力増大、 ASMR、 キレの悪い親父ギャグ、どさくさ紛れの焼肉ナンパと、あらゆる要素を複合した究極のリラクゼーションバラエティである。正座をしてください。はい、まず最初に整体かけます。首の後ろで手を組んで、よいしょよいしょ、肘を閉じて大きく息を吸って、はい吐いて、はい吸って、はい吐いて、むっちゃ痛いやん。おきおきおきって言った。上向きです。はい、力抜いて、はい、頭上げて、はい、下ろして、向こう向きで横向いてください。後ろ、手を前、はい、反対です。はい、はい、上向き、
呼び太くなっちゃうね。そうなの？ならないならない。うつ伏せ。はい。これ。あ、今度。座ってください。はい。よいしょ。で、マインドの続き。上向きです。はい。いきますよ。はい。最大。これか。やらないといけないの仕方なく。本当に。楽しそうに。あ、良くなる良くなると思って。本当、何が良くなるのこれ、うん、何が良くなるんだ。え？すいません。なんでこんな硬くしたいの。要は片っぽこっちの血流が普通なんだけど、こっちが、うん、悪いんだよね。うん、うん、それで流れが悪くて、それがない、流れ出すからゾワゾワするの。だけどで、いやいや適当じゃん。くすぐたいのくだりだけは本当に嫌そうに言うけど、ここ必要だから仕方なくやってんだよ。ほんまにこれ。やっただけ。ちょっともらうよ。今の絶対いらないでしょ。その時だけ怒るよね。何してもあの営業スマイルだけど、この時だけ怒る。でも怒ってる。怒ってますね、うん、今そうやってやってもらって気づきましたけど、でした。うん。まあ、うちはそうでもないから。本当？そうかな。うん。そう、ちょっとマシかも。
ちょっとマシかな。中級コース、中級コース、こっちは上級コース、こっちはダメ。くすぐったいの？くすぐったい。ここはほぐされてないんだよ。ほんと？うん。あ、そこなんかニョ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 ってなる。何？左の方が凝ってるですね、うん、なんか全体的に左の方が凝ってますね。そうだね、左は胃の調子から来る部分と心臓から来る部分と、うん、あ、正確には隣じゃなくて上なんですけどね。あ、そうなんですね。はい、頭上げて、はい、下ろして、はい、はい、うつ伏せです。はい。これ。はい。ちょっと行く。うん。はい。なんか変なことやらされた？腰がコリコリですよ。背中もコリコリですよ。ここで変なことやらされた。なんてこと言うんですか？
肩が右だったな。なんか痛めかけてるぐらいの感じだぞ、右の肩は。本当ですか？くすぐったくはないよね、これ。痛い、痛い、気持ちいい、うん、ちょっと足下ろして、うん、よっ。はい、はい、では、はい、横向きです。はい、よいしょ、取っちゃいます。これも取っちゃうのでちょっと待っててね。はい、違う？でもこっちの方が抱っこしやすい。そう、ここにさ、こう手かけれる。うん、こっちの方だ。Oh.
あ、ごめん。結構ハムスト、ハムストという太もものところも痛めてんだよね、うん、俺。ここのは大きな筋肉だからあんまり痛めるとこじゃないんだけど、うん、結構古傷地区にあるんだよ、うん、ちょっと待ってよ、はい、はい、うん、うん、はい、OK、うん、はい、はい、2個頭です。こっち頭になります。パラン、よっよっ、そうです、来ました。はい。いらっしゃいました。いらっしゃいました。そう、そこめっちゃ痛いです。うん、そこです。
ゃ背中柔らかくなった気がする。うん、ようやくね。うん、真面目にやってくれた。はい、ゆっくり起きてください。はい、で、もう一度最後矯正をしますので、はい、向こう向きで正座をしてください。向こう向きで正座。首の後ろで手を組んで、うん、うはい、吸って、はい、吐いて、はい、吸って、はい、吐いて、よいしょ、うん、はい、上向きでゴロッと寝てください。はい、すごい、さっきあれ肩が下に行く。はい、頭上げて、はい、向こう向きで横を向いて、足後ろ、はい、上向いて、はい、頑張ってね、うん、まだ残ってた。最後の一個。うつ伏せ。ゆっくり起きて、はい、座ってください。はい、ちょっともらいます。うん、いらっしゃった、うん、もう一個、よいしょ、はあ、で、うん、締めましょう。はい、立って、はい、僕の手を持って足を後ろへ振り上げてください。ひゅい、もう一丁、ひゅい、はい、反対、ひゅい、もう一丁、ひゅい、こっちの方が上がりが悪いの分かる？うん、分かる。股関節そこに振る傷がちょっとありますよ、うん、通ってください。目が怖い。通って、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。